はい、皆さんこんにちは。ミラです。タカです。エリッキブログです。私たちは犬山城に来てます。国宝の犬山城です。まあ、実はね、2人でもう3回目か4回目か、うん、けど動画では1回も撮ったとなかったって言って、動画では1回も撮った、はぁ、あ、喋れません。喋って。動画では1回も撮ったことなかったんで、ぜひね、紹介しよう。うわぁ、犬山城天守閣の入場待ち時間40分待ち。入場制限してますね、やっぱり。まあ桜シーズンピークだからね。うん、本当にいい感じだよ、ここを全部ザーザー。人がどんどん大きくな、大きくなってない、すごいね、多くなってる。どんどん人が大きくなってるよ。そうだね。うわ、疲れたね。お城に来るといつもこの問題だよ。でも坂道がずっと疲れるよ。通過してください。はい。というわけで買いました。チケットゲットしました。入場料は一人？550円。めちゃめちゃいいよ。うわ、すご。めちゃめちゃ並んでるよ。犬山城最後尾。ここ今列ができてて。嫌です。今回は中には入らない。嫌です。外から見た感じめちゃめちゃいい。桜の、桜シーズンの犬山城こんな綺麗なね。40分待ったら上に上がれるよ。中には何にも入ってないし、あの上からの景色がいいよね。まあ、次回来た時に中は映しましょうか。そうだね。それか皆さん自分で来てください。そうだね。外国人がなんかジェスチャーしてます。こっちに来て、ここからのアングルがいいよと言ったよ。当たり前でしょ。入らない。もうちょっと近い方がいいんじゃない？いや、うん、外国人のアングルダメでしたね。サムネの写真を今撮ろうとしてます。こんなもん。あ、いいかも。YouTuber は大変ですよ。サムネイルのことを考えなきゃいけないから。ここら辺、ここら辺、ここら辺、たらーん、こう撮る。あ、顎引かないと丸くなってる。そうそうそう。タカがこんにゃくを注文して。味噌こんにゃく。私はラムネ。で、今から後ろに犬山城と一緒に桜味がついてるよ。桜の花びらが入ったね。売店からここまで歩いた時にこうパラパラパラって、めっちゃ美味しそうだよ。で、なんか外国人が初めてラムネを飲みます。それは嘘です。開け方もわかるけど、よく失敗することがあるでしょ。違う。やっぱり外国人だね。いやいや、わかる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 。やっぱり外国人だね。行くよ。いいよ。やだ。行けた。行けました。熱そうだ。大丈夫かな。え？熱いの？ああ、熱くない。一口じゃないでしょ。でも私たちはここでプチプチ花火が、花火じゃない。プチプチ花火。花見。今日花火。花見。花見。いいね、ここ。ああ。花見があって、お城があって。ね。最高じゃん。そう。はい、というわけで、犬山城天守閣は終わりです。天守閣は入ってないです。犬山城本当にちっちゃいの、これ。めちゃめちゃ小さい。ここ入り口で今そう、もう全部見えたよ。私たち結構お城行ったりするけど、犬山城は一番ちっちゃい。一番小さい。ここは見どころだよ。めちゃめちゃ可愛い鳥居だね。そう、この絵、これ可愛いでしょ。なんかすごい綺麗だね。この鳥居を抜けて写真スポットだよ。あ、ここが、これ降りてきたよ。それぐらいね、ちっちゃい可愛らしいところ。ちょっと食べ歩きしようかなと思います。あ、屋台も出てるじゃん。見ましょう。牛串、ポテト、リンゴ飴。玉線もあるよ。玉線。玉線、タカが一番好きでしょ。うわ、すごいじゃん。全部桜。すごい綺麗じゃん。
木のお店だって。私は木が好きだよ。木の皿とか。木のアクセサリーもある。めっちゃ可愛いよ。桜の形。いや、めちゃめちゃいいものいっぱいあった。うわ、ビール。わ、揚げ餅売ってる。揚げ餅食う。揚げ餅ゲットしましたね。そしてね、こっちにビール売ってるの。めっちゃ美味しそう。飲んでいい？飲むため。ほら、犬山地ビール、ローレライ。私は運転したくないからやだ。はい。お願いじゃないよ。お願い。お願いじゃない。社長。社長お願いします。はい、ここで食べればいいじゃん。これが有名だよ、犬山焼き。犬山焼きって聞いたことない。ココナメ焼きは聞いたことある。そう、その色付け、赤と緑一緒に使うこととかは、その特徴。あのね、美味しそうなものめちゃくちゃ多いんだけど、どこもね、並んでんだよね。肉を見せられ。肉を手巻き寿司、このいちぼ、いちぼ手巻き寿司。お、次のお客さんで終了だって。よかった。ギリギリセーフの滑り込みです。うまそう。めっちゃ味濃い。ね。味濃くて美味しい。俺のコメントパクったね。これゲットしました。で、タカもキュウリを。キュウリ。うまパリパリ。何？お、最後の締めはソフトクリームです。なんかすごい北海道のソフトクリーム。なんかあれみたい。うんこ。俺は気を使って言わなかったのに。さすが外国人だね。うんこソフト。でも最近名前うんこソフト。違うよ。この形なんか最近流行ってるでしょ。うまい、うまそう。なんかめっちゃ濃厚そうだね。楽しかったわ。これ一番おいしい犬山おすすめです。面白かったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画で会いましょうね。バイバイ。